ビに出る楽曲はどういう風に選んでいるのか、新しいアルバムの暁なんですけれど、まあ、テレビに出られた楽曲が暁と証言があります。まあ基本的にはスタッフとかがテレビで出演される曲を決めるそうなんですけど、まあ、スタッフは暁、そして証言は作詞をされたギターの新藤晴一さんが強く推していたそうなんですね。まあそんな中でこの暁はミュージックステーションだったりソングスだったり、これからやります NHK のカバーズという番組でも暁を披露されますが、証言は NHK の歌コン、谷原章介さんがメインの司会になっている歌コンで披露されました。で、晴一さんはこの証言がポルノグラフィティの新しい感じの楽曲になっているということで、テレビでぜひ聴いてほしいとおっしゃっておりまして、暁はポルノグラフィティ 100% いや 120% の曲で、破壊力があるロックな楽曲ということで、まあ、暁が、まあ、ほとんどテレビで披露されておりますが、私はどちらかというと暁も好きなんですが、証言がとっても好きなので、晴一さんがこう証言をテレビで披露されたいと言われたのがすごく嬉しかったです。ちなみに歌コンの証言、私涙が出そうになりました。このチャンネルでは8月中に500人の登録者数を目指しております。500人行くことによってコミュニティ機能というものが使えるようになりまして、9月からはポルノグラフィティのライブが始まりますので、また新しい情報だったりテレビ番組に出演されることがとても期待されますので、まあ、そういった時に素早く情報を皆さんにお伝えできるために、動画だけではなく文章でポルノグラフィティの新しい情報を早めにお伝えできるようにしていきたいので、ぜひともチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いいたします。また500人まで100人ずつ登録者が増えていきましたら、その記念動画もやっていきたいと思いますので、そちらもお楽しみいただけたらと思います。200人と300人の記念動画はもう少し経ちましたらお出しできると思いますので、お待ちください。また8月末に向けてポルノグラフィティのランキング形式の動画だったりとか、10分ぐらいの少し長めの動画も出していく予定ですので、ぜひそちらもお楽しみいただけたらと思います。また今後ライブ配信のサブチャンネルをメインでやっていきます。このメインチャンネルでは今後ライブ配信しない可能性がありますので、ぜひサブチャンネルの登録、ベルマーク、通知ボタンですね、よろしくお願いします。本日も最後までありがとうございます。それではまたお会いしましょう。